さて、めちゃくちゃ久しぶりにやるんだけれども、ちょっと一旦ね、丸ごと復元できるようにしてありますんで、最初の朝に戻ってね、本当にここに来れんのかとは、グレートベーンの神殿にね、それを確かめたいと思います、まず。ルピーとか全部なくなったけど。これができるから便利だよね。丸ごと復元ってのはね。多分大丈夫だと思うんだよな。はい。グレートベイの海岸やってきました。ここで歌を吹けば問題ないと思うんだよな。これ。これを弾けばグレートベイの海岸に連れて行ってくれるよね。うんうんうん。この世界線では卵取り返してないんですけどもよろしいんでしょうかよろしいんでしょうか。それはダメだろ曲だけ知ってますみたいな状態だからね、全く何も解決してない。卵奪われちゃったのとか言ってるのとかお構いなしだからね今もう絶対ダメだけどな。まあまあまあ、わかりました。あ、いけるんだね。じゃあ、帰ります。はい、ということでね、戻ってきたんで、こっから始めていきたいと思いますよ。これ、もしかしてもうすでにここから始まってんのかな？物語は。デクの棒がない。な。ちょっと棒がないんで、ここは後回しだな。何かあるとしても。うわぁ。でっかい水車ね。視点が独特。あ？なんだ？おーおー。色とりどりの。とりどりのルピーたちが。いけえな。ちょっとこれはマジで複雑すぎませんかこれ。何がどうなってるのかまず分かんないんだけど、あっち側もあるんだな。サルチュラもいるし、水車が回ってんのか。てかこれ下から吹き出してるもので水車が回ってるんだな。ってことはここも吹き出す、吹き出させることができるのか。でもね、ちっちゃい妖精はね、とりあえず置いとくことにした。もう正直一周でできるものじゃないと思ったんでね。ちょっとこれを回すことによってどうなるの。止まった。逆から、あれ？また同じ方向から出んのかこれ。この下にもなんかあるんだよね。これ結構やっぱ神殿が少ない分さ、やることが多そうだね。一つの神殿でさ。止めたことに意味あるんだろうか。あ、そっか、潜れんだね。そういえばそっかそっか、お前を回すこともできる。あれ壊れてるじゃん。ほらほら、お、なるほどね。こういうのでもはぐれ妖精手に入るんだろうな。あっち側にどうやって行くかって感じか。飛び乗る。あ、これってもしかしてフックショットでいけるのかな。
よっ。あ、無理だ。無理かな。もうちょいこっち側で。ダメだ。上の方になんかあったりするのかな。ん？あるな。あるけどめっちゃ遠いな。こっち側からじゃないのかな、もしかして。フックショット引っ掛けるところあるけど、ちょっと遠すぎるね。押せるんかーい。あ、沈んだ。なるほどね、そういうこともあるのか。押せると思わなかった。なんかもう片方ぶっ壊れてたから。もう壊れてるもんだと思ってたけど、やっぱあれだね、なんていうの、最初に思ったことをさ、固定観念に縛られるみたいな、そういうのダメだね。これは多分こうなった時にこう行く。すごいな、水圧やばすぎだろ。はいはい、オッケーオッケーオッケー。そんで、そんで別にこっち側行ってもいいんだろうけど、まあ、せっかくあそこあるんだし、あそこ行くとどうなる。あそこ行ったところで、でもダメか。そのまま下降りちゃう気がするな。向こうに行くためにはこっち側じゃないな。まず向こうに行ってなんかしなきゃいけないんだろう。ん？さっきのでっかい水車はこれを動かすためのものなのね。やべえな、もうグレートベー、うわー、やべえ。何これ、これ下も行くことになるのかな。あ、なりそうだな、これ先に下を行った方がいいのかな、どうなんだろう。まあとりあえず行ってみるか。はい、あー、これ登れないのかな。あー、水の勢いが強すぎるってこと。なるほどね、じゃあやっぱ下行かないといけないんだな、これおそらくだけど。おお、水の流れに任せて。うおおおお、なんか流される、すごい。なんだここは、怖いぞ。なんかあれ、マリオ64の水のステージを思い出すな、こういうとこ来ると。多分こういう貝とかを倒しても、あ、これあれかな、こっち行くと別の部屋行っちゃうから、ここはここで何か解決してから行きたいね。赤いところね。あ？敵？敵かこれ。オクタロックも知らないの？吐いてくる石は跳ね返せばいいだけじゃない。あ、間違えた。ほら、ほら、ん？なんか難しいんだけど倒し方が。やめろ、水中操作むず、水中操作むず。よし、ちょっと待って、段上がりのコーシーの鎌 A の OK、 OK、 くたばれ。デクナツと同じだな、対処法は。そっか、やべ、時間のことすっかり忘れてた。あ、そっか、時間があるから一旦戻らなきゃっつってたんだった。そうだったわ、一旦戻るか。ちょっと一旦やり直すか。
いや、毎回あのムービー見せられるのきついな。めちゃめちゃ長いんだけど、一回一回あれを見なきゃいけないのはどう？ちょっと結構ね、しんどいんだけど、ね、とりあえずこのデクの棒だけ買ってきましたけれども、これで火つけることによってなんかあるんじゃないんですか。危ない危ない、ほら、まあね、まああるよね。調べた限り全然あのデクの棒なかったけどね。ほら、なんかあとここね、ああなるほどね、ブル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 震えてたんだよね、コントローラーが。だから絶対なんかあると思ったけど、そういうことだね。お、別んとこ来れた。別んとこ来なくてよかったけど。ちょっと別んとこ来るとルートがよくわかんなくなっちゃうんだよな。本当だったら毎回同じルート取った方が絶対にいいんだけど。あ？宝箱あるやんけ。しかもでかい宝箱だ。これはコンパスか。デレデレドル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 いや、これありがたいけどね、階層が少ないのはさ。階層が少ない、まあでも高低差が結構あるからな、まあ、一概に嬉しいとも言い難いという感じがあるね。なんか向こう行けるし、やっぱりこれ水が増えたり減ったりすんのかな。なんかそんな気がするな、これこの感じ見てると。あ、え、これって壺壊せんだ。このねえ、サンディースティックがすごいすごい難しいんだよな、この調整がさ。あーあー、なくなった。何何何、あ、これガードしながら行かなきゃいけないってこと。ちょっとね、あの、ちょっと待って。操作むずいんだよ、マジで。水中操作。マジで、水中はね、つきものだよな、もう。むずすぎる。しかもなんかこれ、当たった時に、なんか反対向くのやめてほしいな。ちょっと、マジ操作むずいわ。ほら。OK! ナイス。ん？向こうにも行けんのか。あ、やべ、時を遅らせる歌吹くの忘れてた。わー、時の逆さ歌、いやー吹くの忘れてた。うわ、あ、ボム中だ。はあ、ほら、死なばもろとも。バラララ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 コンパス。オッケー、宝箱の位置もこれとかで、これでね、わかるようになりましたから。バイオテクババ。うわ、バイオテクババって弓でも倒せないの。じゃ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 、マジか。本当にこの回転で行かないといけないのかな。ちょ、待って、この本当ね、水中操作むずい。あっち行けるな、あっち行けるけど、どうやって行くんだ、あんなところ。わけわかんねえな、どうなってんだ。うわ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 、
あ、戻ってきた。あー、どこに行っててどこに行ってないのかよくわかんないな。もうちょっと下から行くか。もうわけわかんないから。あ、下にも2箇所あんのか。これ2箇所あるな。緑のとこと赤いところがあるわ。赤いところから行こう。あ、ここ一番最初に来たところだ。こういうなんかこう海みたいな、より 3D で移動しなきゃいけないようなこう作品に出会うと、マリオ64ってめちゃくちゃ操作感良かったんだなって思うよな。マリオ64の海ステージ、まあ、そんな好きじゃなかったけど普通に操作できるもんね。このムジラの仮面はめちゃくちゃ難しいよ。こんなに矢が落ちる敵がいるってことは、矢で倒さなきゃいけない敵が出てくるってことだな。うわ、ブルブル震えてる。あ、ここに敵がいるはず。どうしたらいいんだろう。上にいるのか。うーわ、キモ、気持ち悪い。ちょっと最悪なんだけど。うわうわうわ、キモキモキモ、気持ち悪い。ちょっと待ってくれよ、気持ち悪い、キモ、何それ。いや、うわうわうわ、気持ち悪い。何そのデモンズソウルじゃねえか、これファランクスじゃんこんなのデモンズソウルの、おい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 、ファランクスと戦えってか。あ、もうこれでいいのか。ほら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 、いや、ちょっとファランクスは勘弁だわ。気持ち悪い。マジどういう存在だよこいつ。ゴリ押しゴリ押していく。増えたりしてないよね、さすがに。よし、ワートよ。この気持ち悪いのは中身を守るために外側にくっついているようなのよ。ちょちょちょ、目閉じちゃうんだな、早くやんないと。うわ気持ち悪い。妖精さんは一応瓶の中に一匹いるんで、ギリギリまでね粘ってやっていきたいと思います。ほら、よし、くそ、目を狙えない。増えてるまだそんなにいっぱいあるようには思えないんだけど、なんでそんなにまだいっぱいあんの。邪魔だなマジで。おいおいおい、なるほどね、フックショットでもつかめんだ。いや、もうちょうど目守ってんだよな。カーソルがターゲットが全く合わないんだけど、これ普通に狙っていかなきゃいけないのかな。自分でターゲット合わせるんじゃなくて、こうやって、おーい、マジ邪魔。よし、いっぱい一発こっきりか。目開けると、目開けて当てた時は、おい、
はい、あ、ナイス。ほらほら、ふざけるな。痛い痛い痛い。何、何、何してるかよくわかんないよ。ちょ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 、何、危ない危ない危ない。何、何、痛い痛い。それはどうしたらいいの。ちょっと死ぬ死ぬ死ぬ。何、ちょっとよくわかんないんだけど。回転切り？あ？違うな。これは？これは対抗して転がれってことか？ほら。どういうことこれ？ほら。違う、違うんだけど。え、どうしたらいいんだろう。あ、普通にもしかして縦で、縦で弾くのかな。ほら来い、来やがれ。あれあれ、縦で構えてるとダメージ食らわないんだけど。何これ、弓？え、どういうこと。こっち向いた瞬間にやれってこと。ちょ、むずくない、そんなの。何してんだこいつ。目が開いてるタイミングを狙えってことか。むずっ。おう、いや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 、倒すの大変すぎだろこいつ。むちゃくちゃだよ。あ、なんかもうアイテムか、もしかして。お、何が手に入るんだろう。全然予想つかないけど。バラララテテテテ、氷の矢。敵や物を凍らせる、いろいろなところで試してみよう。こいつなんかすごい、いや大変でした。正直もう二度と戦いたくないレベルだなこれ。こんなところさっさとクリアしちまおう。かっけー。お？そういうこと？いたいたいた。お、なるほど。オッケー。そういうことね。いや、よかったよかったよかった。なんか試しにやってみて、いや試しにやってみるもんだなこういうのはな。よし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 。ただまあこれでどこがどうなったのかよくわかんないけど。え、そういうこと。はあ、え、水に打つと足場作れんだこれ。はあ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 、なるほどね。ただこれでも向こうは行けなさそうだけどな。ちょっと段差が高すぎる気がする。こういうことでしょう。行ける？あ、行けんだ。おもろ。
なるほどね。ここもめっちゃ段差あって来れないなと思わせときや、こいつを凍らせることによっていけるということ。うわうわうわ、すげえな俺。マジかよ敵も凍らせるし水も凍らせるし、へえ。これもここに向かってシュッと打って、ちょっと距離足りないかな。もう一回シャーンで、こうやって行くと。はあ、すごいな。ギュイーン。おお、ん？出た。